プラスをご覧の皆さん、小野寺修司です。カンパニーといっても僕しかいないので、毎回いろんな方に来ていただいて、新しいというか違った表現を作れるといいなと。演劇であるとかダンスであるとか、表現がいろんな方法があるんですけど、言葉を使う方と体を使う方と、でそういう方たちが、一つの作品に向かった時にどういう表現ができるかなっていうことを探っている団体ですね。通常菜園ってすごく変えちゃうんですけど、なんかあんまり大きく変える気がないんですね、その初演と。ただ、同じことをただ粛々とやるというよりは、その時こう面白かったって詰めきれなかったことっていうのはやっぱりあって、でそれをもう一つちゃんと詰めようとか、構造自体は大きく変えないんですけど、なんかもう少しエネルギーであるとか、いろんな経験をしてきた中で今これをやるっていうことをもう一回ちょっと問い直したいなと思いますけど、はい。アルベール・カミューの異邦人を少し変わった切り口でお届けいたします。片桐はいりさんはじめ素敵なキャストがいっぱいです。楽しみにぜひいらしてください。